後から手紙をよこしたのに、おじいちゃんおばあちゃんの説明聞きながら見たら、あんな怖いことはね、二度とやってほしくない、戦争は嫌だって書いてありました。ただ5歳で、他のことは何も覚えてないんですけども、ピカッと光ったんですね。光ってて大掃除してたもんですから、兄嫁がはたきかけてて、ショートしたと思う。ただ大きな音がして、爆風ですね、天井板がめくれました。10キロ離れてて、それでもう雪のように紙切れが降ってきたのを記憶してるんです。あれと雨が降ってきたの。これはショートただごとではないっていうので、防空壕にみんなで逃げていった時にも、もうあの雲がわーっとすごい押し迫ってくるような雲が見えたのは、はっきり5歳でも覚えてます。他のことは何にも覚えてないんですよね。ただ黒い雨が降ってきて、手でこう払っても取れないんですね。それは覚えてるんです。それと本当に雪が降るみたいに、ババババ紙がもういっぱい、紙切れが、役所の書類だとか、こうあの会社の書類とか、いろんな紙切れが降ってきたのは覚えてます。その後覚えてるのは、落ちてしば朝ですよね、落ちたのは。だから午後から夕方にかけて、昔でいう第8車ですか、あれに被爆した人を乗せて、知り合いを先にこう疎開してらしたのは、かすかに覚えてます。お兄様が遺体の処理にね、はい、広島に入所したと。だから大掃除してたんですけども、すぐ招集令状かかってきて、すぐ明くる日だったか、その日だったか、私は覚えてないんですけども、すぐ出て1週間ぐらい市内にいまして、で20年経って、私が結婚するちょっと前ぐらいに原爆症になって、そうですね、原爆症になって10年ぐらい病院が用意して、最後には原爆症で亡くなりました。で結婚してから、そうです、ここ4、5、10年ぐらい病院通いが続いてますね。でここ8年ぐらい前に、今もそうなんですけど、このここに唾液の出る線があるんです。それがレントゲン取ってもらったら、もう全然機能果たしてないって言われたの。いや、甲状腺が悪くなられる方が多いってね、原爆の方がおっしゃるから、私もその部類に入るのかしらと。手帳はいただけました。その当時まだ生きてらっしゃる人が多かったから、証人の人が、おばも6日に亡くなってます。12月、月は違いますけど、6日に亡くなってますから、8月6日はだから、お姉さん3人と実の母とおばと5人の命日ので、毎年広島の原爆記念式典にはここ4、5年行ってますけども、今年はちょっと孫がどうしても原爆資料館見たいっていうもんですから、連れて行きまして、で真剣になって、孫も5年生ですけども見てまして、その後から手紙をよこしたのに、おじいちゃんおばあちゃんの説明聞きながら見たら、あんな怖いことはね、二度とやってほしくない、戦争は嫌だって書いてありました。それは私も同じです。